日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらスターバックスの石窯カンパーニュクラブサンドチーズチキン&チーズクリームとクリームシフォンケーキを食べたいと思います。なんか気になってはいたんですけど、ようやく食べに来ることができました。本当最近忙しくて。では久しぶりのスタバ堪能したいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。お野菜が大事ということで、先にクラブハウスサンドからいただきたいと思います。カンパーニュ、なんか固めのフランスパンみたいな、いや固めのフランスで作られた固めのパンみたいな説明文が書かれてましたが、こんな感じなのかな。おお、結構ふわっとしているような気がしますね。ではいただきます。続いてはチキン&チーズクリーム。チキンがはみ出しちゃってるけど大丈夫なんですかね。落ちない口に早く。ラストはクリームシフォンケーキ、真っ白でシンプルな色が使いですね。これは白で締めたいと思います。スタバの新作メニューって、あれ、フラ、今回はフラペチーノは飲まないの？あ、いえ、実はこれ去年にも出てた フラペチーノでして、その時に飲んでるんですよね。なので同じもの飲んでも仕方ないかなと思って、今回はメニューだけにしてます。前回はメロンで苦手だったのですパスしましたが、今回は被ったのでパスです。このところフラペチーノに恵まれてません。2種の石窯カンパーニャ、どちらもパンが結構固めで食べ応えがあって美味しかったです。野菜も結構入っていたのでシャキシャキした食感も味わえました、ね、ただお肉についてはまあ、クラブさんのハウスバンドの方は結構感じられたんですけど、チーズ&チキンについてはそんなに感じられなかったかな。あとチーズどこ行ったという感じなので少し残念な部分がありました。で次に食べたクリームシフォンケーキはさっぱりとした甘さのバニラクリームと、これまたあっさりとしたシフォンケーキの生地がよく合っていて美味しかったです。なんか変な変化球を投げずにズバッと直球できたような印象ですね。というわけで今回はこちらのクリームシフォンケーキが一番美味しかったので代表として4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終了。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。